スターウォーズ、フォース・オブ・デスティニーは、ウォルト・ディズニー・カンパニーが投稿、運営している YouTube の公式ディズニーチャンネルを通じて、ルーカス・フィルム・アニメーションによるアニメーションシリーズである。今作は2017年7月3日に、アメリカで初演され、その後は7月9日に、ディズニー XD で放送を開始した。2017年秋には新作のエピソードが放送され、 エピソード8の第2シーズンが2018年にリリースされた。スターウォーズ、フォース・オブ・デスティニーは、スターウォーズシリーズのルーク・スカイ・ウォーカーや、アナキン・スカイ・ウォーカーが主人公ではなく、続散部作の例をはじめとする、ローグ・ワン、スター・ウォーズ・ストーリーのジンスター・ウォーズ・クローン・ウォーズのアソーカ、他の、スターウォーズ反乱者たちのサビーヌ・レン、パドメアミガラなどの女性キャラクターを、 主人公とした展開となっている。スターウォーズ、クローンウォーズや、スターウォーズ反乱者たちのような 3D アニメーションではなく、スターウォーズクローン対戦のような 2D アニメーションの作風となっている。2017年4月にオーランドで行われた、スターウォーズセレブレーションにて発表された、ディズニーコンシーマープロダクツとのインタラクティブメディアとすることになった。このスターウォーズシリーズは、 2003年のクローン対戦シリーズ以降にルーカスフィルムアニメーションによって制作された 2D アニメーションシリーズになった。スター・ウォーズシリーズに登場する女性キャラクターを描いたアニメーションである。ありがとうございます。